やめておいた方がいいと思うけど。何か用があるなら早くしてくれる。僕は君と違って暇じゃないんだ。縛られるのは嫌いなんだ。僕は僕の時間で動く。とはいえ、風紀委員の仕事が溜まっていて、今日はおとなしくそっちに専念することにするよ。じゃあね。フルコースよ。ほらよ、死ぬ気で暗殺。うわあ、ハヒの実験中なんすよ。勘が鈍ったか。すいません十代目、俺が浅はかでした。今度から無人島に行くっす。
今日は綱さんにとって特別な日なんですよ。特別な日にプレゼントを贈るのは女の子にとって常識ですから。10月14日です。バレンタインは2月14日ですよ。わかりました。では発表します。パンパカパーン。本日は綱さんが春の服を褒めてくれた半年記念日なのです。はい、今日でちょうど半年なんです。そのプレゼントもいらなければポイしちゃって構いませんよ。中身はクッキーですから取っておく必要はないですよ。どうぞどうぞ、春のお手製クッキーですからよーく味わってくださいね。でも安心してください。実は春もう一つプレゼントを用意してきました。じゃじゃーん、春特製のガトーショコラです。見た目だけじゃありません。今度は間違いなく美味しいですから。もちろんです。優しいですね、ツナさんって。今回は失敗しちゃいましたけど、次はちゃんと味見してから持ってきますから。
お手数ですけど、それみんな捨てといちゃってくださいね。じゃ、バイバイです。出たぜ、忍者野郎。ちょっと面貸せ。うるせえ。十代目の役をやるまで絶対逃がさねえぞ。無理でも何でもやれっつってんだよ。おめえ、俺を殺そうとした分際でよくそんな口答えができるな。ブツブツ言ってんじゃねえぞ、転校生。おめえ、さては本番で緊張するタイプだ。やっぱおめえじゃダメだな。10代目はここぞという時に必ずやるタイプだ。おめえと10代目どっちが主役かって考えると、満場一致で10代目だ。考えてみれば当たり前だ。それにいまいち正体不明のおめえに10代目の代役を任せられねえよ。変な。まだ話は終わってねえ。俺に対する殺人未遂の償いをしてもらおう。忍者ボムの実験台になれ。どいつもこいつも実験台を嫌がりやがってな。ちょうどいいところにてめえが現れたって。忍者ボムの開発は順調に進んでる。あと少しデータが欲しい。もちろん実験じゃなくて本気でてめえを爆破してやるぜ。何しやがる。おりゃ2倍ボム。アホ転校生がいきなり襲ってくんじゃねえよ。実験なんだからカッカすんな。実験続けるぞ。言い訳無用だバカ野郎。
今日はこんなとこで終わるか。おう、また明日な、転校生。よく化けていると思う。でも本物じゃない。あら、エセル。はい、楽しませてね。やってやるぜ。お仕置きです。ほらよ、始めるぜ。死ぬ気で暗殺。